お疲れちゃんです。ラットですね。今回はですね、こちらのねランバーバルーンですねを、まあ、紹介していくというか、今回はこちらね、ちょっとねちゃっとトラゲー、まあね、いい感じに進んで68万来たっていうわけで、まあ序盤なんですけど、意外とねなんか良さそうなリプレイがあるんで、まあ今日は生マルチ ではなくね、リプレイをね見ていきたいなと思います。というわけで、デッキもこのねプロフンのこちらのランバーバルーンを、使って、やりました。というわけで、まあ一昔前ですかね、まあ2シーズンぐらいですかね前に、まあ結構ね流行ってた、まあ、バルーンなんですけど、まあ最近はゴボリが入ってる、なんかねスケコウモリの高回転のランバーが入ってない方のバルーンとかも流行ってるんですけど、このねちょっと前の方のバルーンでも全然強いっていうので、ですね、リプレイをそうクランに多分共有したんですよね。待って、クランがこうですね。はい。というわけで、なんかね、いろいろあるんですけど、三子と、まずそう、このザベストっていう結構ね、ロイフグさんで使いの方の三子と、そう、あとスパーキーですね。スパーキーがこの時めっちゃきついんですよ。リセットが、まあ、言ったらアイスピしかない。まあ、アイスピでリセットもなかなかできないですけど、まあ、なんか、なんでスパーキーと、まあ、ラバクロはまあ相性がいいから、まあ一応ね、その対応が慣れない方用と、あとは最近流行ってるペック迫撃、まあ、これも多分、まあ、若干というか普通に結構相性がいいのと、ああ、もう一個こちらね、スパーキー被るんですけど、スパーキーにめっちゃ相性が悪いって言われてるんですけど、だから意外と立ち回りを見つけさえすれば、まあ、いけるっていうので、まあ気持ちね、この5本ぐらい、はい、ちょっとね、長くなるかもしんないんですけど、まあ見ていきたいなと、思います。というわけで、なるほどね。というわけで、1試合目ね、この、スパーキーとのね、リプレイ解説をするんですけど、ライキさんが動画撮ってるっていうのはね、知らずになんか喋ってましたけど、っていうね。はい、というわけで、で、まあ、基本的に、まあ、相手のデッキが分かるまではバルーンを飛ばさないのは、まあ、バルーンを使う上での最低条件といいますか、まあ、その最初から飛ばしちゃって相手になんかいい感じに受けられてカウンター受けて終わっちゃうっていうのがあるんで、はい、まずは出だしは様子見ですね。でここのジャイカゴの防衛とかもなんですけど、このランバーと雪玉だけで結構守れちゃうんですよね。なんでなんか結構ランバープラスコウモリとか出してなんか結構ね過剰に守ってしまいがちなんですけど、意外と様子見ていいですね。なんで意外とそのランバーだけランバーって生き玉だけで抑えて、その瞬間に逆サイねバルーンつけてあげるっていう。でまあここはねガゴムレがあったんでうまく抑えられちゃったんですけど、ガゴムレがマジでバルーンからするときついんですけど、アイゴレの爆破プラス、まあ、雪玉とかアイスピプラス雪玉で、まあ、基本的にガゴムレは処理できるんで、まあ、防衛ではね、別にそんな困んないんですけど、攻めのガゴムレをね、やっぱり処理するのが結構むずいっていうのが、その、課題にはなりますね。ここは、僕の方がやっぱ回転早いんで、相手がまだ空が回ってないっていうので、ここね、バルーンつけていき、まあ、あとはバルーンの爆破とかが、いい感じにね、たまたまスパーキー当たったらラッキー程度で、バルーン飛ばしたんですけど、もう、ここの時点で辛いですね。なんですけど、まあ、今のこの防衛をちょっとね、巻き戻しか、まあ今のちゃんと見てくれた方は分かると思うんですけど、タルババを転がして、タルババが、まあ、スパーキーんそうタルババを転がしてる間に一回何かで多分アイスピカアイゴレが挟んでスパーキーの攻撃を受けると、その間にスパーキーが打った後に何ならタルババがスパーキーを処理するんです。多分もう一回多分そういう感じの場面が来ると思うんで見てほしいんですけど、スパーキーの処理をタルババで転がして、その瞬間にアイゴレかスケかでそのねわざとこのクッションを置くってよく言うんですけど、飛ばしてあげるとタルババがねその後スパーキー処理してくれるんで、まあ、そこがすごい大事になってきますね。スパーキー処理でもここの左側も多分それをするんですけど、そうですね、これですね、タルババを転がしてここで一回アイゴレ置くと、このタルババがねスパーキー殴るんですよね。なんですか、ちょっと僕のタルババの位置が今下手だったんで、それはね、ちょっと、はい、気にしないでください。というわけで、ここはもう、この瞬間に、相手がガゴムレを持ってるの分かってたんですよ。ガゴムレを持ってるの分かってて、もうこんな単体バルーン、して、もうガゴムレを
アイスピー液でまあ処理して突破するしかなんか方法がないって言いますか、これ一回受けから行こうとしても多分もうジャイスパー学群れとかいろいろされても終わっちゃうんで、もうここで決めるしかないっていうので、このままもうバルーンからの学群れ読みアイスピーで雪玉打って、多分これでね、あでもこれでも勝てなかったな、これでまだ落ちてないわ、落ちてない、ここ必死でもう一回防衛ですね。これタルからのアイゴレですね、アイゴレじゃないわ、ここは一回あれだわ、ミニペアをそうですね受けるように、まあマスケがいるんでいい感じに受けれてますね。あーここは本当はマスケと延命できたら理想だったんですけど、ここは相手スキャミサ入って、でまたね次にガゴ群れが回ってくるんで、ここでガゴ群れか、まあガゴをね相手もやっぱ防衛しないと、さすがにタワー980で防衛しないとやばいっていうので、ここでガゴ群れ使う。で次も3ガゴしかないんで、ここはチャンスですね。やっぱガゴ群れしかない時にバルーン飛ばしてもやっぱあんま入ん、ガゴ群れがいる時に飛ばしてもあんまやっぱ入んないんで、3ガゴの時にここで気合で突破ですね。まあなんかスパーキーの防衛ですね、もうなんか防衛だけ見てほしいレベルですね。攻めはなんか意外とねたまたま入ってる感もあるかもしんないんで、スパーキーの防衛をタルババプラス一回ねなんかアイゴレとかで挟んだりとかっていうのだけ覚えておくと、このデッキマジでスパーキー当たったら負け格ぐらいきついんですけど全然戦えますね。はい、というわけ で2戦目が、まあ、最近入りのねペッカ迫撃で、ここは迫撃のターゲットあえて一回受けてからの迫撃処理ですね。でここのコーマで雪玉最速で打ってよかったと思うんですけど、ちょっと構えてなくて打たなかったですね。でここランバーとやりごぶかむって、この時点でもうコウモリとやりごぶ咲いてたんで、普通に考えたらギャングとアウトローか、まあ、ギャングとガゴムレしかないなと思って、ここで右側のやりごぶ無視した分コストがあるんで左側ね攻めていって、でもこれでもう折れちゃいますね。であとは守るだけですね。なんでアイゴレで逆サイズってマスケで処理しつつコウモリ ISPで、ここのマスケの位置もちゃんとねアイゴレでペッカを右側に誘導するんで、このマスケットマンペッカと同じサイドっていうので、またまたもうこれだけですね、これで勝ったと思いますね。でコウモリ追加してきたんで、やりゴブとかギャングだけだとバルーンって結構止まんないんで、もうバルーン飛ばしますね。相手がコウモリ持ってるとまたそれはね雪玉構えてっていうになるんですけど、やりゴブとギャングしかなかったのでタルババ構えてあげてって感じで、多分もうこの後は芋っただけだと思うんで、正直ね早送りにしてコウモリ追加、でもこのコウモリ追加ちょっと遅かったっすね、ザプッタタだったんで、で多分一回バルーン置くかな、バルーン飛ばすと思いますね。多分相手バルーンのその防衛だけでも苦しいんで、ここで結構コスト使わせてアイスピとかで削りつつ、最後はあとペッカの防衛ですね。この防衛も言うて相手はマスケットがやっぱきついんで、このディガーがちょっと2周目マスケ読みでうまかったんですけどって感じで、多分もうこれはこのまま勝ったんじゃないかなと思いますね。でここはちょっとあのね後ろにアイスピとかエゴレで下げてちょっと若干遊んでるまであるんですけど、はい、まあ、こういうね細かいことも意外と大事になってきますね。はい、というわけでラバクロー、あー先に三重士見ますか。この三重士もこのザベストってから多分8000いってると思うんですよ。8000いってなかったかな、多分いってるか、まあ後で一応確認するんですけど、この三重白い服ずっと使ってるプレイヤーですね。で、まあこのデッキ、まあ、見て分かる通り中型スペル、まあファイヤーボールであったりポイズンとかがまあないんで、まあ、普通にやっぱその三重士自体はすごいきついのと、まあエリポンがきついんですけど、逆にそこがないのが救いでは若干ありますけど、やっぱきついですね三重士なんで。その後半に入ったらやっぱ永遠に三重士とかハンターとか雪玉で守られちゃうんで、もうできるだけこのね前半マジでここで弾が落ちたのは本当に正直、まあ、ラッキーと言いますか、このバルーン使う上でもし相手が三重士ならもう前半の間にね1個落としてしまって、あとはずっとイモるっていうのがまあ理想ですね。なんで、まあ、そのプラン通り今ここでねタワー1個落とせてるっていうのはすごい美味しいですね。で相手がすごいヤンキーなんですよね。これ多分コスト一緒なの分かってて僕が右サイドにケツマスキする読みのとかなのかもしれないんですけど、
なんか相手の攻めがねめっちゃヤンチーなんですね。だからそれがラッキーっていうのありますね。でハンター咲いてたんでもうバルーン処理できんじゃんっていうねバルーンなんですけど、ゴブフリープラス多分生き玉使うと思います。生き玉でバルーンいい感じに防衛されて、そんな防衛方法もあるんだ程度でね、相手のああいう防衛も参考になるかなと思います。まあ1個折れてるっていうのはあるんで、キングの攻撃があるんで、はい。でこっからですね、マジでこっから守れるかどうかなんですけど、言うてタワーがやっぱ3600と2600僕あるんで、正直両方タワーが100-100になっていいんでね、100-100にさせるぐらいうまく許容させつつので耐えたいですね。はい、というわけでここねマスケット後ろから合わせつつランバー回せつつ、あとはもう気合ですね。相手はもう左の1マスケガン無視してフルでね右側攻めてきてますね。ここマジで気合ですね。マジで本当に雪玉とタルババとこのもう細かいの使ってマジで気合で守ってますね。痛い、この言うのがねちょっと痛いんですけど、まああと800、あと800耐えれば勝ちっていうので、ここですね、ここの三重視。まあでもこの低めのマスケで相手のユニット受けれるのはいいことですね。まあ自陣で相手のユニット処理するのがやっぱ大事になってくるんで、ここですね、もう1マスケ側に僕普通に攻めてくると思って1マスケ側も若干警戒してたんですけど、相手がフルでマジでこの右サイドだけ攻めてきててやばいですね。あと400、あと400なんですけど、マジで。あと400を、この気合で、タルユキ、コウモリ、アイスピ、アイゴレぐらいでね、この細かいので、まあ、ギリギリ守って勝ったっていう、まあ、だけなんですけどね。はい、なんで、もう勝ち勝った理想は、もう前半取って、あとはイモルですね。はい。てなわけで、スパーキー、マジで、多い。めっちゃいいんですよね。で、ラバクロは正直、あれっすね。めちゃくちゃ相性がいい、めちゃくちゃ相性がいいんで、先にスパーキーだけ見て最後はまあラックロは多分慣れれば、多分みんなこのデッキ使う人は誰でも勝てるようになると思うのでぐらいで、はい、軽く見てもらえればいいかなと思います。というわけで、あえてこれはフェノファイナルフォームって人、このロイジャイホグスパーキーのもう使い手さんですね。なんで、まあ、知ってましたね。当たった瞬間に、うわ、スパーキーじゃんって思いつつ、もうね、バトルしてましたね。なんですけど、相手の攻めがえぐい、ね。ランバーはまあ、咲いたから、シンプルに火力ないから防衛できないだろうの、ロイジェだと思うんですけど、綺麗に守れましたね。で、ここは、左にマスキー行ってるんで、逆サイ、あえてね、合わせずに、その、合わせないことによってマスケも防衛しないといけないし、逆サイのバルーンも防衛しないといけないっていうので、まあ、両サイド防衛しないといけなくなるっていうのね、より大変になるっていうので逆サイバルーンしたんですけど、いい感じになんかガゴムレからのホグでダメージ受けちゃいましたね。まあでもその分マスケットがね逆サイ攻めたことによってこのね逆サイドのタワーが残り2300まで削れたんで、でここはランバーだけ飛ばしてもうババだっていうのが分かってたんでね、ここババ受け来るっていうの分かってて、まあ、ババを使わせましたね。で、コウモリ処理できず、まあ、こっちのサイドのマスケットでしっかり、ね、処理していきます。で、ここですね。このタルババからのアイスピ。これですね、マジで。これさえスパーキーに対して対応を覚えれれば、スパーキーの処理も言うてみたいなのがありますね。これ一回マスケは、まあまあ、ガゴムレいるとね、突破できないんで、一回待って、今ガゴムレ咲きました。相手の体格がもうメガ5しかないんでね。ここ今チャンスですね。多分攻めると思うんですけどね。はい、ランババルしますね。たまたまホブ被る。で、このメガ5さえ突破できればバルーンが通る。あー、でもこれはちょっと届かないですね。まあ、けど、ランバがね。で、ここも相手が端前からどんどん来てくるの美味しいんですね。後ろからスパーキーとかされると、よりだるいんですけど、相手もそのスパーキーケツから出した瞬間に端前ランババルーンとかされたら困るんで、相手もなかなかね、スパーキー出せないんですけど、マジでこのスパーキーだけできついですね。マジでここ、ババアとスパーキー守りたいんですけど、さすがにもう守れないんで、まあ言うて守ってますけど、さすがにタワーおられないまでは守れないんで、しっかりね、この防衛で使ったもうランバーとマスケをどうにか生かして、最後のカウンターに気合でね、
気合でつなげてます。気合でつなげて一個って、こっからですね、マジでこっから、これはもう絶望ですね。あーもうこんな頑張ったけど、まあどうせ無理だと思ってたんですけど、言うて言うてみたいな、こっからですね。でここで相手がロイジャイとホグ両方出すと思ってたんで、真ん中ロイジャイを早く処理するランバーからのコウモリでホグを多分防衛しますね。でマイゴルとね、マスケとか小物でスパーキーを処理しつつ、でここのカウンターですね。で今5コスバルーン飛ばしても相手ガゴムレがいるんで、ちょっとあのバルーン溶けちゃうなと思って、あえてバルーン出さずにここで2周目マスケプラスこのランバーして、でここババ来るの分かってて、コウモリ追加タルババで最後このままバルーンつけてっていう感じで、やっぱガゴムレいるとバルーンが処理されやすいっていうのがすごいあるんで、ガゴムレ読みアイスピーすぐ置いて雪玉とかでもいいんですけど、ああいう感じでバルーンを一回相手出さずにっていうね、バルーン出さずにマスケ追加からのユニットで攻めるっていう、まあ攻め方もはいできるんでね。だからバルーンデッキなんですけど、結構なんかランバー、アイゴレランバーで攻めたりとか、まあ、さっきみたいな場面でマスケ追加の2マスケの形作るっていうのは意外とね、なんかバルーンが通らないからこそ他のを通すっていうのはすごい大事になってきますね。マジで本当になんかトルネプラステスラとかそういうの通んないじゃないですか、マジでバルーンなんですけど、そこをその毎回バルーンと飛ばして、あの守られて繰り返すんじゃなくて、じゃ違うなんか他のねランバーとかマスケとかで攻めて、そこにタルババコウモリとか、そこになんかトルネとかがねを相手が使ってくれたら、それはそれで逆にバルーンを通せるみたいな感じのこともできるんで、結構通らないなら違うユニットでね攻めるっていうのはすごい大事にできますね。だから右側にバルーン出して雪玉打ったんですけど、相手のデッキがラバクロっていうの僕気づいてなくてしちゃったんですけど、普通に良くないですね普通にあのラバクロに対して今コウモリに雪玉打ったんですけど、普通にクローンされてたらやっぱ1個おられちゃうんで、ラバクロに対しては結構あのなんか攻めなんだろうな、この相手は防衛、こっちの防衛のマスケットをやっぱ処理できないんで、この防衛使ったマスケットにプラスバルーンで攻めたいところはありますね。でもここは僕攻めまして、多分この時めっちゃ集中してて相手のカード数えて、そうコウモリ回ってないの分かってたんですよね多分。で攻めて相手がホモリングミスって美味しい感じですね。でここはラバに多分絶対ベビー来て、そうですねクローン来るのも分かってたんで、まあ、1回ベビーがタワー殴ってから後ろからコウモリですね。本当はこの間にベビーダラ処理できたら理想だったんですけど、いやワンチャンできるか、ワンチャン処理できる、まあまあまあできなくてもしっかりね、こっからですね、いいことはおられてもいいので、しっかりこのマスケットの残すのが大事になってきます。あとはマジであの適当にしとけばおります。マジでマスケ防衛で使うマスケを死なせなかったらいいですね。でこういう時にスキャミって絶対この橋渡る瞬間に出るんで、ちゃちゃっとタルファを転がしてあげて、まあ、雪玉を振って、一発ぐらい入ると思いたいけど入んないな。なんでマジで防衛マスケを処理されないことがすごい大事ですよ。なんで高めに出しすぎないことが大事になってきますね。まあ、ここは多分あともうご利用してるだけかな。マジでラバクロに対しては本当に相性がいい。なんかバルーンだけで攻めると、しょっぱなのね、あの僕のバルーンみたいなあれがあんま良くない感じなんですけど、バルーンだけで攻めるとなんかクローンされて、でバルーンはコウモリだけで守られてってなっちゃうんで、そこはよろしくないですね。なんでこのマスケットもそう処理されるのがちょっとね、これまあ一応ギリ延命できちゃってるんですけど、マスケをどれだけ残せるかがすごい大事になってくると思います。というわけでちょっとね、ラバクロはもうちょっと綺麗に勝てたリップが良かったかもしれないんですけど、マスケでしっかり守って、もう守れないときは無理に守らずにもうタワーおられていいんでねっていう思いを、そう思うのがすごい大事になりますね。だけで、まあ、正直この動画はスパーキーへの対処法さえね、分かってもらえれば、もういいかなと思っているんで、はい、皆さんぜひスパーキーの対処法はタルババプラス、ISP かアイゴレとか、まあ、なんか、タルババを転がしてなんかで一瞬ね、竹取ると、スパーキーは楽に処理できると思うんで、ぜひね、覚えておいてください。というわけで、タルババ加工されてはいるんですけど、ランバーもだ、そうだ、ここ2枚加工されてるんですけど、意外と最近ロリババの使用率ぐーんと下がったんですけど、上がってきてるんで、まあ、全然迷えるんじゃないかなと
思ってます。というわけで、あの皆さんもぜひタルババ使ってたなーって方はね、一回また使ってみてもいいと思うんで、はい、というわけで、終わりにしたいと思います。よければチャンネル登録と高評価もね、よろしくお願いします。ではお疲れ様でした。